こんにちは、カツオです。カツオの部屋、いらっしゃい。鬼武者、前回の続きからやっていきたいと思います。前回がね、でかいボス中ボスを倒してやめたところでしたね。おお、こいつを倒さないとダメか。すごいよ。わーっと、二発目来るか。当たらん。よし、あ、もう一体いるのか。よし、今のあれだね、必殺というか、なんだっけ、一戦なんだっけ。いた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 。よし、じゃあ封印を解いて城の中に進んでいきましょう。なんとも、まあ荒れ果ててますね。おっと、あ、痛い痛い痛い、やめろ、離せ。魂吸収。こっちはなんだっけ、まだいけないとこだよね確か。魂吸収。これね、弾を強化することによってここから先に進めるようになるんですよね。で、今現在、僕は弾の方は鬼の固定につけてるね、弾の方は強化しないんで、まだ進めないと。ガード通しまった。魂吸収。で、こっちが確かセーブポイントですよね。記録回復。宝箱。お、地図をゲットですね。出た。なんだっけこいつ、ミノジーだっけか。俺を面白そうに見ている、薄気味悪いやつだ。うん、確かに気色悪い。よしと、強化するか。強化どうしようかな。弾、強化するべきかな。ちょっと武器の方強化しますか。とりあえずこれ足りないか、足りるか。あ、足りるね。よいしょ。おお、大きくなっちゃった。バババン。よしと、で、一応保存もしておきますか。データ上書きと。はい、じゃあ先に進んでいきましょう。またいるのお前たち。楽しく吸収。よし、行きましょう。何するんだよ、離せ。静かにしろって。おい、何をしている。何しとんのよ。誰だお前は。それに今の小僧は。
お主こそ斎藤家では見かけない顔だな。お主ひょっとして明智様之助殿では。なんで知ってんだ。やはりいやこんなところでお会いできるとは。拙者織田家家臣木下藤吉郎でござる。この男こそ後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。イエス。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより様之助殿、お主織田家に仕える気はござらんか。お主ほどの男なら我が殿も喜んで迎えられよう。断る、うん、自由気ままに生きるのが俺の生き方だ。まあよい、拙者は諦めませんぞ。ではなんちゅう笑い方しとんの。よし、宝箱やーか。弓確かまだ持ってないもんね。こっちが、お、宝箱ですね。お、また出ました、この巻物。西明さん、腹が減った。この洞窟に入って何日が経ったのだろう。壁から湧き出る水を舐める以外何も口にしていない。血の匂い、全く感じなかった匂いだが、極度の空腹が心を鋭くしたのだろう。そのせいでこんな地獄を目の当たりにしている。なんという光景だろう。ゲンマラが牢屋に捕らえられた人間たちを頭から食っている。なんと。人間の痛み苦しむ声に耳を傾けず、骨を砕き肉を引きちぎっている。しかし私はたたずんでいる。ゲンマに見つからないように。違う、転がっている人間の指、死んでしまえば人間もただの肉になるのだ。ああ、私は何ということを考えているのだ。今の私はまるで虎の食い残しを期待している浅ましい畜生だ。なんと私は、なんて言うんだこれ、何の、わかんない、なん、変の、違うな、なんつうんだろう、なんだかに支配された人間なのかと。いやでもね、そんな極度の状況にね身を置かれるとね、やっぱりどうなるか分かんないからね。おお、いた。魂吸収、よしと。じゃあ進んでいきましょう。お、魂吸収、おっと。鍵がかかってる感じですね。お、様之助、この子に用があったんじゃないの。なんで知っているんだ小僧。嫌だ、お前もさっきの侍みたいにオイラに乱暴するに決まってるんだ。そんなことはしない小僧。名前は夢丸。夢丸か。さっきはなぜ捕まりそうになっていたんだ。知らないよそんなの。じゃあここで何をしているんだ。楓、夢丸を頼む。俺は雪見を。分かったわ。さっき夢丸とかこっちに進んだよな。こんな敵いるとこ行ったの。楽しみしゅう。宝箱、薬草ゲット。お、これは見れないっけ、見れないっけ。あれで下の方にねアイテムが落ちたっていう感じ。いた。うわ、勝っ、うわ負けた。
いった、やばい、あぶね、あぶな、やくそよいしょ、楽しくしゅう。おっと、これさ、やっぱ弓ないよね。弓あれば助けれるよね、確か。でもこの時点で弓って持ってるんだっけ、どうだっけ。どっから出てきたんだよ。なんかでけえやついるよ。楽しくしよう。いやーばっかりもらってもしゃあねえんだよな。弓をくれ、弓を。宝箱、いや、お、出ました、これ。パート1の動画内で、確かパート1だよな、パート1の動画内で出てきた、あの仕掛けのついた宝箱ですね。それを開けるために使うんですよね、これ。本当にだるいっていう。あ、許可しないとダメじゃん、弾を。足りないんじゃないか、足りるか。うわー、キルション足りねえ。ちょっとね、魂をかっさらってこなくては。上がってこないか。よいしょ。キシュー。あれだもんね。あと、おお、もう、よいしょ。根拠あればいけんじゃない、もう。多分ね。また出てくる。落とす。なんか無限出てくんの？何体出てくる気だ。そうか、いけるべ。いけましたね。レベル2になったと。レベル2になったんで、あのこの弾が2個あるところもいけるという感じですね。ちょ、保存しよう。ちょっとね、僕の記憶が正しければだけど、この先なんかちょっと仕掛け系のはずなんで、確か。サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。ほう。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。
それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからない。なんと藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。うん。てか楓さん、この短期間によくねその情報をゲットしたもんだね。邪魔の助、一緒に出る方法を探しましょう、うん、出ましょう出ましょう。こっからね、2人で協力しながらですね。これどっちやっけ、これでいいんかな。で片方が押さえてる間に開けると、で楓が外したことによってこっちが閉じるっていう感じね。もう2人でレバーを、これどっちか罠みたいな感じだっけ。あー、これだとダメ。あ、これでいいね。で、これが開いた。ダメージ受けちゃったよ。楓そのまま行っちゃうよかったか。よし、でこれも覚えてますよ。これは燃やせばいいんでしょ。おしょ、まあ、ガチャンって言ったもんね。でこれ、これがねあるんだよ。将棋を分かる人はもうこれ見て分かると思うんですけど、角がね、斜めに進んでいける駒なわけじゃないですか。で、飛車が縦横だねに行けるやつなんで、こういうことよ。床にはトゲがあると。これでいいかな。で飛車やって、これあれなんですよ、今沢之助がいるこの飛車の上に、例えばこの左横の角を楓が踏んでしまったら沢之助が落ちてしまうという仕掛けなんですよね。だから落とさないように、進んでいかなくちゃいけないと。ここでいいかな。あれ、俺これちょっとミスった。いや、ミスってない、いいんだ。でここでいいか。で O を踏めばいいんで、ここでいいな。で変えてて O を踏む、よし、いかしゃー。ここよ、ここ。ここがね、僕はちょっと苦手で。サマノスケ、どうなってるの、サマノスケ。閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない。来ました。サマノスケ、待ってて、すぐ助けるわ。水攻めってやつですね。これがね、俺苦手なんですよ。これ水門の操作盤で、真ん中にある操作盤で操作をして、両端にある半月の門があるでしょ、両サイドに、右左に。それを確か真ん中でくっつければ、真ん中だっけかな、なんかくっつければいいみたいな。で左の方にある上に満って書いてあって、下に、干からびるの漢字が書いてあるんですけど、あれが水のようなんですよ。あれが満タンになる前にやんなくちゃいけない。うん、中央で合わせれば解除できる仕組みになっている。これがね、俺苦手なんだよ。これ本当もう苦手よ。
これ。これがさ、ほんと苦手なんだよね。何回も死んだもんだ、これ。これもちょっとね、これ成功できるか。あー、ちょっともうこれちょっとダメじゃない、もう。ほら、もうこういうのやってる、もう。ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっと待って、これよ、これ多分 IQ 高い人は多分簡単にできるんだろうね。あ、もう無理だもんね、片っぽからなっちゃダメなのか。いやー、違うもんな。あ、いけた、やったー、いけたー、いけたー。あー、なんとか一回でいけたな。ごめん、めちゃくちゃ集中しててもうほとんど喋らず。よっしゃ、進んでいきましょう。行こう行こう。うん、そら引きますよね、あったら。よし、これで全部の仕掛けが解除された感じだね。ここまで来ればもう大丈夫そうね。私は手がかりを探しに行くわ。ありがとう、楓。よし、で、ここで普通は進んでいくんだろうけど、ちょっとね、取ってないものがあったんでね。ここの宝箱ね。はい、防具、サマノスケさんのね、防具ですね。はい、ボーマの具足かな。おー、かっこいい、金です、金。多分対幻魔用の鎧みたいな感じなのかな。よし、じゃあ進んでいきましょう。